ぱ LINE アット、インスタとか YouTube とか、もう自分で全然処理しきれなくて。で、なんかだんだん不安だけが。一人一郎メソッドっていう塾を一回やめて、で、再度戻ってきた変な人たちと対談を送っていきたいなと思うんですけども、自己紹介していただいてもいいですか？天王寺で整体院をしております。豊田啓太と申します。奈良県桜井市で整体院をやっております。笹原です。よろしくお願いします。はい、長野県上田市で整体をしております三浦と申します。お願いします。この3名の方と今日は対談を送っていきたいなと思うんですけども、なぜですね一回やめたのに再度戻ってきたのかっていう部分がすごい不思議なところだと思うんで、その戻ってきた理由っていう部分をですねお答えしていってもらえたらと思うんですけども、やめてそしてどうなってまた戻ろうと思ったのか。結構どんどん順調に上がっていってて、うん、半年ぐらいで150万、うんぐらいまで上がっていってたと思うんです。これ以上先って忙しくなるだけかなっていうふうに思ってしまって、一度離れて、いろんなことを試してみようというか、いろんな世界を見てみようってことで、一度辞めました。辞めてどうなったんですか？ほんで。結果的に、いろいろ投資とかを勉強したんですけども、投資失敗して何百万も損したっていう形で。何百万も飛ばした挙句、新規がどんどん集まらないようになってしまって、メンタルがもうやられていきました。じゃあ面白いですね。で、メンタルやられて、で、なんでまたメソッドに入ろうと思ったんですか？他にもいっぱい塾あるじゃないですか。はい。もう前側のやつ知ってるし、他の行こうっていう選択肢もあったと思うんですけど、なぜまたメソッドになったんですか？やっぱり、メソッドの環境が、良かったというか、環境が好きだったんですね、実は。嫌いでやめたわけじゃないので、何かあったら戻ってこようと思ってたっていうかですね、本当にやりやすいっていうか、とてもいい環境だったんで、そんな感じですね。なるほど、面白いですね。はい、じゃあ次、笹原さんもちょっと同じような時系列でいろいろ聞かせてもらえたらと思うんですけど。はい、おそらく豊田先生とか三浦先生とかとは全く逆の、理由で、最初のメソッド入った時っていうのは、これも僕自分の責任なんですけど、結果が出なかったんですね。出ない上に治療院が本当にもうその時ガタッと落ちて、もう本当経営も生活ももうちょっと苦しくなってしまって、ちょっと6ヶ月終わった時に継続しますかっていう時に、もうそれがもう出せない状態になってしまう。これはバカな話なんですけど、それでも僕はお金を作って投資するべきだったなと思ってたと。で、そういう理由で辞めてしまったんですね。どこも行かずに、やっぱり自分なりにやってて、結果が出るわけもなく、その状態がずっと続いて、某放課後行ったんですけど、で、結果、ある程度出たんですけど、自分の一番のその欠点というか、一番苦手なオンライン。前田先生のラインアウトがずっと取ってたんで、情報はずっと取ってたんですね。やっぱり前田先生が一番例えば SNS 集客とか、ラインアットとか、オンライン系がやっぱすごくいろんなところを渡り歩いて、ぶち切り飛び出てるなっていうのが印象で、で、そこが自分の苦手な部分。僕の集客、チラシしかなかったんで、ハードですね。もう、体おかしい。もう年齢も49なんで、もうちょっと、それもちょっと厳しいなと。同時期に、一緒にいたメンバー、三浦先生もそうですけど、三田さんとかが、とんでもない結果を僕が辞めてる間に、出したっていう衝撃もあったり、僕も豊田先生と一緒で環境は全然嫌いじゃなくて、やっぱり戻りたいなっていう気はずっとあって、でやっぱりね、この最近だとやっぱメソッドの生徒がすごい急激に結果を出してる、ああすごい環境だなってやっぱり改めて思って、戻ろうと。なるほど。思いました。なるほどね。面白いですね。私は開業してすぐぐらいに、先生のお世話になって、多分正式にメソッドに入って、多分半年ぐらいで100万達成して、でそこからしばらく行っってマックス多分130か140ぐらいまで1回行ったと思うんですよ。でそこからしばらく停滞してて100とか、まあ、いい時で120とかなってて、で、まあ、結構安定してはいたんです。毎月集客もウェブからできるようになってて、で売り上げもそこそこあってっていう感じで、でなんか多分こうだんだん危機感とか薄れていって、このなんとかこのままいけるんじゃないかみたいな感じになってきたんですよね。まあ、ちょっと満足しちゃった部分もあって、まあ、自分こんなもんなのかなっていう感じで。でそれで、一度ちょっと環境をこう変えてみるというか、離れたらどうなるのかなみたいな、自分で意外とやれるんじゃないかなみたいな、そんな感じで確か一回離れていった感じはありますね。離れた結果ですね、結局そのいた時以上の売り上げって一度も達成できなくて、まあ、結局平均、まあ、100ぐらいはいくけど、なんかそこからずっと停滞が続いてた感じですね。1年ぐらいはもうそんな感じでのらりくらりと。なるほどですね。なんで戻ってこようと思ったんですか？やっぱりですね、自分でこういろんな情報を取ったりとか、他のこう塾とかコミュニティなんかいいのあるかなってこう見てたんですけど、情報のこのスピードについていけないというか、広告規制がこれから始まってきて、こうマーケティングの手法がこう変わっていく中で、やっぱ LINE アット、インスタとか YouTube とかもう自分で全然処理しきれなくて、でなんかだんだん不安だけがこうあったんですね。なんか今自分がやってることがその先に見据えたこう行動として合ってるのかどうかが分かんなくなってきて、で前川先生のこう情報はずっとやっぱ取ってて、で他のこうコミュニティにちょっと一回入ってみたりとか、メール漫画とか撮ってみたりしてたんですけど、一番やっぱコンテンツの質が本当に良かったっていうのと、あとやっぱり環境もすごい私も別に嫌で抜けたわけではなくて、豊田先生と同じ感じですけども、いけるんじゃないかって抜けちゃったパターンなんであれなんですけど、環境が本当に良くて、でもともと一緒に頑張ってた仲間が本当に凄まじい結果をどんどん出していったっていうのもあって、ちょっとその悔しさもあって、自分もまた挑戦したいなっていうのと気づいたのは、あと人柄がやっぱり結構前川先生良かったっていうのが抜けてみて改めて気づきました。離れて気づく優しさですね。あ、そうですそうです。本当にそう思いますね。優しいというか、塾生のことをまあ、考えてというか、そういう行動がすごい見られるというか。なるほど、ありがとうございます。はい、そんな感じです。実際入塾されてどうなってきました？結果としては、入り直して初月で過去最高売上の達成して、150万っていうのを達成できて、で現在までに2回その記録を更新できてるんですね。入塾してでもまだ3、4ヶ月ですよね、多分。そうですね。なのでもう、そうですね、ずっとこう右肩上がりじゃないですけども、ちょっと停滞してたのがこう入り直した不思議とこう記録を上げてこられてるっていう感じですね。何が変わったんですか、実際入ってみて。そうですね、やっぱ基準値が変わったっていうところは結構大きいかなと思いますね。勝手にちょっと自分の中でブロックかけてたところとかもあって、それをその仲間の先生とかいろいろお話聞く中で壊していけたりとか、あと前川先生にその行動管理のやり方を改めてちょっとご指導いただいて、一気にまたこう行動にスイッチが入ったというか、動きが変わっていたところあります。なるほど、ありがとうございます。まあ、入って、入塾してから僕も売り上げが低かったんですけど、数字で言うと40から入塾で40やったんですね、月で60に上がって、で110で110、113、だから1万円か2万円アップ、で今はまあ100あたりを平均してるっていう感じなんですけど、そうですね、僕も何が変わったかっていうと、宮先生も言った一緒なんですけど、基準値がやっぱり高い先生多いんで、今までの自分の基準値が低かったなっていうところを感じたのと、あ、いけるなっていう、なんかわからないですけど、やっぱ基準値の高いところにおるとそういうふうな感覚になるのか、上げれたっていうのがありますね。なるほどね。オンライン全然できてるんですか？オンライン。ポスティングしかなかったんですけど、ポスティング以外からの集客ができるようになってきた。今ネットだったら何が当たってるんですか？今僕一番当たってるのは Google マイビジネスです。あ、MEO ですか？なら MEO ですね。ああ、いいっすね。最新ノウハウですね。MEO がなんかみんな聞く MEO ですね。入った時が多分80万ぐらいだったんですよ。2回目ですね。1回目入った時は多分4、50万ぐらいだったと思うんですけど、2回目入った時は80万スタートぐらいで、2ヶ月目に、まあ、100前後ぐらいまでに、110、20ぐらいまでいったんですかね。でそこから3ヶ月目で、ドーンと200、230ぐらいまでいった感じなんですね。150をこう平均的に売り上げていって、今9月ですよね。6、7、8と、まあ、大体200万ペースぐらいまで来て、今月、370、合計ですけど、375ぐらいまで来ました。おー、いいっすね。豊田さん、売り上げ悪い時すぐ分かりますからね。オーラが、あ、やばいんやろな、みたいな。でも皆さん、あれですね、割と入って、こう、3ヶ月前後で結構結果って変わってますよね。やっぱりめっちゃ環境ですごい変わりますね、本当に不思議なもんで。次はちょっとこう、いい部分ばっかりなんで、まあちょっと悪口とか、実はここもっとこうしたらいいのにとか、いや、本当はここめっちゃいいよねとか、そういった部分とかをですね、ちょっとみんなでディスカッションしてもらえたらと思うんで、次の動画でそれ行きましょう。